それでは、ウの問題を解説していきます。問題の条件ちょっと書き込んでしまいました。まあ、平行四辺形 ABCD がありますよと。で、AB が15センチ、AD が25センチ。あとは、各 BAC がここ直角になってるよと。あと、AB イコール AF。まあ、今 AB が15なので AF が15ということもわかりますと。で、今求めたいのはこの三角形 AGH の面積。この面積を求めなさいという問題です。まずですね、ちょっと長さをどんどん求めていきたいなというふうに思います。ちょっと ABC の直角三角形、この直角三角形にさらにここピッと垂線引っ張ってますね。で、これが今ここに書いた図、ちょっとこっち側に書きましたが、この図で、今求めたいというか、この AC とか AE とか EC とか、この辺の長さがすべて求まります。実際にちょっと求めていくと、これはまあ一言で言うと相似で解けるんですけども、今 AD が25だから BC も25になりますね。平行四辺形なので、ここ BC も25という具合にわかります。そうすると、三角形 ABC ですが、この直角三角形は、15と25で5で割ったら3対5ですね。つまり3対4対5の直角三角形になっています。っていうことはですね、この直角三角形も3対4対5だし、この直角三角形も3対4対5。まあ、要は相似になるわけなんですけども、なんで相似になるかっていうと、ここを例えば丸、ここをバツとすると、丸とバツ足したら90度になりますので、ここはバツとわかり、ここ丸とわかりますね。したがって、この、今言ったこの3つの直角三角形が相似になるんですね。で、今言ったように、比は、ここ5で割ったら、3対5。ここは3対5になるので、3平方で計算すると3対4対5の直角三角形ってことがわかります。っていうことは、三角形 AB、この直角三角形だって3対4対5の直角三角形になってるわけですね。相似だから。なので、ここを比を3として一番短いのがね、4、5となりますね。ということから、B の長さが、15×5 分の3倍。5が3になるとき5分の3倍しますね。なので、15×5 分の3で、これ計算してあげて9と。B が9と出て、ここが9になりますよと。で、また、EC が25-9で16と。ここは16という具合に出ます。ここは16という具合に出るよと。で、そうすると、次に何がわかるかというと、この三角形 AFH と三角形 CHB。これ相似になりますね。ここと、ここが等しくて、こことここ等しくなりますから、この三角形とこの三角形、平行線の錯覚で等しいからね、相似になります。よって、ここの相似比が求められるので、要は今言った相似っていうのはこの相似ですね。この三角形とこの三角形が相似になるよと。ということで、相似比が15対25、つまり5で割ったら3対5になるので、比が3対5と出ますよと。3対5、ここの比が3対5ですね。3対5と出ますよと。また、ちょっと別の相似。これと、これ相似になりますね、やはり。ここ直角直角で等しくて、対直角等しいので、相似になります。したがって、相似比が、ここ、相似比ここの15と、この9が対応しているので、15対9、つまり5対3という具合に出るわけですね。ここの比が5対3と。ここは5対3。今言った相似っていうのは、ここの相似に注目してますと。今、緑で書いたところですね。ここの緑が相似比で5対3と出てます。で、あと、あ、そうだ、求めておかなきゃいけないところありましたね。AE の長さ。ここの長さを求めることができて、AE は 15×5 分の4で12と。これは、ここの長さ、15の長さの5分の4倍。5対4だからね、5が4であるとき5分の4倍してますね。なので、15×5 分の4で12と出ます。よって、これをまとめた図がですね、こっち側に書いてあります。で、今、この三角形 AGH、ここを求めたいわけですけど、今言ったようにここが5対3って分かって、ここが3対5ってことが分かります。よって、AGH は、例えばここに補助線引っ張ったら、これ三角形 AEH の8分の5倍になってるの分かりますかね。今、この AGH と EGH ですね。この今赤で囲った2つの三角形は、ここが5対3になるので、5対3になるわけですね。底辺の比がそのまま面積比になります。高さが等しいのね。なので、全体としては8分の5倍と。この三角形 AGH は AEH の8分の5倍ってことがわかります。で、三角形 AEH なんですけども、今度 AEC と比較することができます。今、ここが3対5なので、ここも3対5という具合になりますよね。やはり同じように高さが等しいので、底辺の比がそのまま面積比になります。したがって、この三角形 AEH は、三角形 AEC の8分の3倍だと。
で、そうすると三角形 AEC の面積は直角三角形なので、AEC は底辺 16×12×2 分の1。で、これの8分の3かける8分の5と。これを計算してあげて、答えが出るよと。2816で消えて、12と8で約分して、4で割って2で3かな。よって、2分の45平方センチメートルという具合に答えを出すことができるということになっております。